志白隆二とは、地方競馬の大井競馬場東京都騎手会所属の騎手である。祖父は、川崎競馬の下山基満多長教師。1996年3月31日付で、地方競馬騎士免許を取得し、高岩隆史旧社からデビュー。同年4月10日、大井競馬第四競争、金賞サミットでレース初騎乗。同年6月8日、大井競馬、 第2競争で大松ロビーに帰場し、初勝利を挙げる。その後、高岩隆史旧社、村上より明旧社、松浦隣旧社と所属変更している。2003年、約1年間アメリカで、武者修行を行った。2004年2月21日に、帰国、3月の大井開催から帰場を再開した。2008年11月11日、大井競馬第5競争の特選を、 GS タイムリーで優勝し、地方競馬通算100勝達成。2012年12月27日付けで、東京都騎士会所属となった。地方通算成績は4244 220勝2着276回3着296回、勝率5.2%、連帯率11.7%。2019年12月3日、 大井競馬第6競争で落馬し、左足大腿骨骨折、左手開放骨折等の大怪我を負った。2020年11月16日、長距離での起乗を再開。12月7日、大井競馬でレースに復帰した。復帰3戦目となる翌8日の大井競馬、第2競争で復帰後初勝利を挙げた。騎手になる前は俳優をしていた。 かつてこのことがツイッターの自己紹介でも触れられていた。機種デビュー時の身長は1 4 4トル。体重は3 0ラムであったが、筋肉を増強することで4 8ラムまで増量した。機種を続けながら2007年通信制の高校に入学、2010年に卒業した。ありがとうございます。